三重県立伊勢学び高等学校は三重県伊勢市に所在する公立の三部制定時制の高等学校2004年より次の教育組織となっている上の組織が導入されるまでは次の教育組織となっていた三部制の多ウム制定時高等学校として柔軟で多様なシステムを最大限に活用した学校運営を推進しますまた三重県型 学校経営品質の定着を図ることにより、地域から信頼される活力ある学校づくりを進めていきます。生徒一人数とが、生き生きと正しく楽しく学校生活を送るために、安全で安心感の得られる環境づくりや、精神的に充実感の得られる居場所づくりを進めます。また、生徒や保護者の安全、安心の確保を目指し、 危機管理に関する取り組みを推進します。授業を充実させ、基礎、基本を重視した指導内容、方法によって学力の向上を図るとともに、生徒の教科外活動を支援します。規則正しい生活習慣の確立と自主自立の精神の発達を図り、生徒の学校生活を充実させます。社会状況や雇用形態の変化を踏まえ、 この地域で生活する生徒の勤労感の育成と主体的な進路選択が可能となる基盤整備を図ります。生徒の自主活動を中心にした人権、童話教育を推進します。多様な生徒の実態に即した教育相談の充実を図ります。保護者や地域社会の連携を密にし、開かれた学校づくりを推進します。は、平成25年度より、 登場他の高校で取得した単位や資格は単位を認められる。ありがとうございます。